Ngoku bari no kami ga misima kara. Hoayo, konnichiwa, konbanwa. Doi bari kachata no tanto gaido no Karu-chan de gozaimasu. Konkai desu ne, Karu-chan no shigoto wa Jimbarang chiku ni tomateru okyakusan o mukaete ni ikimashita. Ima no okyakusan wa Ubudo Kanku ni ikitae de mo iroiro douga o misete agetai desu node saigo made kono douga o mite kudasai. Wasurenai ni Doibari channel wo toroku shite kudasai. Ima no okyakusan wa Ubudo Kanku ni iku mai ni hitotsu tochu de Kingin Zaiku no mura ni ikitai desu node ima Choroku という mura ni tsukimashita.この辺で金銀細工作り方も見ることができます。こんな感じです。アクセサリーを作り方がこんな感じです。入ってきたものは中に見てみます。くんどさん、頑張ってね。この二人のお客さんはドイバリカチャタのお客さんです。今ちょっと買い物中です。カルちゃんも仕事中。近藤さん、押し物があれば割引まだできますので、留守をスタッフの人に相談してくださいね。はい、今のお客さんはちょっとだけ買い物をしてからウボードでアクティビティをやりたいです。バリットでアクティビティがたくさんあります。一つはバギーというアクティビティです。1時間半の間にアクティビティというバギー乗って、途中で雰囲気はどんな感じか、どうぞこの動画を最後まで見てください。このアクティビティのカウンターの雰囲気はこんな感じです。スタップですか。はい、どうぞ。近藤さん、頑張ってね。今本当の自然な感じ、行きましょう。行く前にここで3分か 5分ぐらい練習しますね。はい、どうぞ先にあちらの方にどうぞ座ってください。靴とヘルメットもありますので。サンダルは外してください。
はい、近藤さん、どうですか、先のアティティは。楽しかったですか。腰は大丈夫ですか。腰、あ、痛いですか。大丈夫ですか。手が痛いです。初めてですか。日本でやったことはないですか。初めて。よかったですね。この村の自然も見ることができましたので、よかったですね。アティピー終わってから今のお客さんは夜ご飯も食べてます。焼きそば食べてますね。はい、ごゆっくりお食べください。食べてから車の方に戻ってくださいね。ごゆっくり。はい、さっきバギーのアクティビティが終わってから、今のお客さんはウボドにあるダンダン畑を見たいです。ダンダン畑を見ながら、ここでも昼ご飯食べることができます。カルちゃんのおすすめはどうですか。楽しかったですか。また昼ご飯を食べますか。ドリンクだけですか。あ、いろいろジュースもありますね。はい、それはバナナ天ぷら。バナナ天ぷら。バナナ天ぷらですよ。本当にバリのお菓子ですね。バナナ天ぷら。はい、ウボド観光が終わってから、ちょっと買い物も終わってから、今のお客さんはバリのお寺に見たいです。ご承知の通り、バリ島で 90% 因数級ですので、お寺がたくさんあります。一つはこのお寺はグワガジャジンでございます。はい、はい、どうぞ中に入ってみてください。暗いですか。右と左側にある洞窟は瞑想している場所ですよ。そうですよ。はい、そうです。はい、先に右側に曲がってください。バリの神様の働きは三つの神様と言われて、日本語で三位一体ですね。バリ語でトリムルティという神様、三つの神様で、右側にあるシンボルはあのブラハマの神様、火の神様の表し色は赤、真ん中にあるシンボルはあのシバ、火の神様は火星の神様の表し色は白、そして左側にあるウィスノの神様は水の神様の表し色は黒。バリ島で一番大事なものは火、風、水。なかったら生きてはいけません。供え物をたくさん捧げて、ありがたいのことですね。そう、いろいろありがたいのことですね。そう、お供え物はバリ語でチャナンと言われて、ヤシの葉っぱでできてます。さあ、ヤシの葉っぱで、そしていろいろお花ですね。バリ人もお祈りするときに線香を焚きます。
いどうもお疲れ様でした。どうぞお飲みください。乾杯してお楽しみに。はい、どうぞお飲みください。飲んでくださいよ。じゃあ、はい、ウボド観光が終わってからホテルに帰る前に途中で今のお客さんは夜ご飯を食べたいで、まあ今の夜ご飯の料理はスペアリブですね、はい、夜ご飯の雰囲気はこんな感じです。はい、どうぞ。どうですか？めっちゃ美味しいですよ。辛いですか？今日の夜ご飯はスペアリブです。美味しそう。美味しそう。はい、どうぞ食べてください。後で食べてから外で食べてくださいね。はい、どうぞ。はい、南国バリの神々島から。おはよう、こんにちは、こんばんは。お疲れ様でした。カルちゃんでございます。今回ですね、1日観光もう終わりましたので、今ホテルに無事に到着いたしました。どうですか、先の観光は？楽しかった。楽しかったですか？ゴンドさん、ね、お客さんがすごく楽しかった、嬉しいです。忘れないようにドイバリチャンネルを登録してください。最後までこの動画を見てくれましたので本当にありがとうございました。僕らはバリ島で一番人気ナンバーワン観光のガイドで、バリ島に行きたいお友達とかご家族、どうぞドイバリ車チャッターをチェックしてください。ご連絡もお待ちしております。はい、ありがとうございます。どうぞ。ちゃんお客さんめっちゃお疲れた。後でゆっくりお休みください。バイバーイ。